気になることあるけど、もうとりあえず全部思い出したのか。市木先生、チャプター34。先生、池水院長を説得と言っていいのかは分かりませんが、うまくいったのでそれを伝えに来ました。あと先生の言っていた通り、すべての記憶を取り戻すことができました。そうか、それは良かった。本当に。はい。まだ少し記憶が曖昧な部分もあるんですけど、これまでの自分が嘘みたいなくらい昔の自分を思い出せます。ただちょっと変な感じもしますけど、昔の自分が急に流れ込んできて、なんか自分が自分じゃないというか。大丈夫、すぐになれるよ。それで実は報告ついでに先生に教えてもらいたいことがありまして。ああ、そうだと思ったよ。なんだい？菊水院長とカンナちゃんが昔いた病棟なんですけど、それって…僕は市木先生から昔のことを教わり、取り戻した記憶のことを少し話した。そうか、少しよくわからない部分もあるけど、ハルト君の考えるようにやってみるといいと思うよ。はい、ありがとうございました。あ、こちらこそありがとう。ん？何か変なことを言ったかな？あ、いえ、先生がいつもと違って見えたので。そうか。じゃあ、うん、またね。なんかいつもよりかちょっと優しく感じるね、先生。よし、あとは院長だ。お、院長？院長室6階に行くの、また。市木先生、結局いい人なのかな。ちょっと謎な部分は残ってるけど。6階ね。院長先生いるかな？菊水先生？失礼します。なんだ、君か。一人にしてくれと言ったはずだけど。それとも俺を殴りにでも来たのか？ふふ。まあ君にはその資格があるか。院長、ついてきてください。は？何を言っているんだ。いいから早く行きましょう。ん？全く意味がわからん。でもまあそれもいいか。いいだろう、ついて行ってやる。それでどこに行くんだ。まあ来てみてください。おお、先生院長釣り出しちゃった。あ、こっち行くのね。なんだ、外へ行くのか。いいからいいから。この先にも。ここは、行きますよ。お、あれ？なあ、別に立ち入り禁止だとは言わないが、俺が院長になって最初にやったのが、この旧病棟の改築計画の白紙化だ。つまりここはただの廃墟だぞ。まあ俺も何度かカンナの病室へは来たことがあるが、あと少しですよ。ずんずん行くね。行き止まりだぞ。
大丈夫、こっちです。お？どんどん行くけど、え？お？なんだ？こんなところに入り口が。君が見つけたのか？よくこんな場所を通ろうと思ったな。着きました。うん、やっと着いたのか。それでここは？ここは旧病棟の空き部屋。院長とカンナさんが最初に出会った場所ですよ。俺とカンナの？そうか、入り口が塞がれていてわからなかったが、これはあの空き部屋か。それで、ここに何があるんだ？院長、カンナさんが最後に何を残したのか知りたいって言ってましたよね。ああ、だがその手紙はもうない。いえ、手紙じゃない。多分、招待状だったんですよ。招待状？そうです。この場所への。よくわからん。何を言ってるんだ？簡単ですよ。院長、壁を見てください。壁？壁なんて見て。あ、なにこれ？え？幸せになって？なにこれ？え？この絵はカンナの、あ、お化けの絵ってこれ？え？そんな変でもないじゃん。ちょっと可愛いじゃん。うわー、なにこれ？そうか。カンナ、これが、うわあ。あ、カンナちゃん。はあ、はあ。はあ、はあ。わあ、一生懸命描いたのか、これ。大丈夫、まだ動ける。うわあ、カンナちゃん。へへ。へへ。あやと。きっとびっくりするぞ。どんな顔するかな？喜んでくれるかな？えへへ。あと少し。はあ。はあ。できた。完成。うん、ちょっと下手だけど。大丈夫、うん。伝わるといいな。あやと。あとは手紙をここに置いて。よし。これで招待状を渡すだけ。へへ。おしまいだと思うと、なんだか寂しいや。あやと、喜んでくれるかな？喜んでくれるといいな。やっぱり、少しだけ手紙変えよう。うん、少しだけ。ちょっとだけ。なんだこれ。お、あやとへ。いっぱいいっぱい書きたいことがあります。でも、そんなにたくさんは書けないよね。だから、あやとに一番伝えたいことを書きます。私はあの日、あやとに会ってから、いっぱいいっぱい幸せをもらったよ。あやとのおかげで毎日がとっても楽しかった。このさ、さきちゃんの時もそうだったけど、手紙っ
ってやばいね。手紙さ。だから今度はアヤトが幸せになってください。誰にも負けないくらいたくさんたくさん幸せになってください。いっぱいいっぱい幸せをつかんでください。それが私の一番伝えたいことで一番のお願いだよ。おしまい。あと二番目もせっかくだから書いとくね。二番目お、あやとのことがずっとずっと好きでした。もっと一緒にいられなくてごめんね。でも本当に楽しかったよ。じゃあね、バイバイ、さよなら。カンナより。何これ。あ、PS、これでおしまいだと思った？実はおまけの手紙をたくさん書きました。いっぱいあるから1年に1枚読んでね。でも他に好きな女の子ができた時は、全部一度に読んでいいよ。じゃあまた来年、バイカンナ。ちょっと、何これ。なんだよ、一年に一枚って。これまでの分、一気に読めそうだな。それでも、まだ余りそうなくらい、たくさん。うわぁ、一生懸命書いたんだ、カンナちゃん。カンナ。カンナさんは、本当に最後まで、びっくりさせようとしてたんですね。そうだな。ありがとう。君には礼を言うよ。いえ、どういたしましてです。しかし、こんな部屋があったなんてな。最初に会った場所か、もっと早く知っていれば。後悔してるんですか？そうだな。いや、でもそれ以上にすっきりしたよ。もちろん消えない感情はあるけどな。幸せをつかめか、カンナらしいよ。空木春人、もう逃げないことを誓うよ。俺の親がやったこと、そして自分のやってきたことから。謝って許されるようなことではないが、これからの俺の人生は LMD 治療と被害者のために使うよ。そしてあとほんの少しを自分の幸せのためにかな。いつかそう考えられる日が来るまで。お願いします。ああ、なあ、ところで、この花はもしかして、ああ、そうですね。この花は多分、あ、ん？誰だ？菊水、その花に触るな。あ、一木先生。一木？なんでここに？僕がすべて。お？あ、なに？元に戻す？ん？元に戻す？チャプター34、鏡の向こう、エンド？すべて元に戻す？どういうこと？一木先生まだ終わりじゃなかったの。